その日は随分と平凡で、当たり障りない一日だった。暇つぶしに聞いてたラジオから、あの話かな。まあ私までは非常に残念なことですが、本日地球は終わります。どこかの国の大統領が泣きながら話をするまでは。目の前にその向こう白衣の科学者たちは素晴らしいと手を打った。戦うよ。そこから見る街の風景はまるで